ベスックの制御宅ベスックのドラムメモリーとコアメモリーベスックスウェーデンをバイナーエレクトローニスックセクビンスカルキレイターはリレーの代わりに真空管を使用したマシンとしてはスウェーデンで初めての電子計算機である1953年にスウェーデン計算機委員会が開発し1966年まで使用されたベスックは スウェーデン計算機委員会が開発したコンピューターで、リレーではなく、真空管を用いたタイプとしては、スウェーデン発のマシンであった。ベスックは1953年に完成し、1966年まで使用された。また、短期間ではあったが、世界最速の計算速度を有した。ベスックの基礎技術は、ソリッドステート式のホキットエドブやホキットエドブマイナス3に引き継がれた。 フォキットエドブとフォキットエドブマイナス3は、いずれもベスクとソフトウェアの互換性を有していた。他方、互換性はなかったものの、ベスクの影響を受けて製造されたマシンの例としては、ルンド大学向けのスミルやソブのサラ、デンマークのダスクなどがある。スウェーデン計算機委員会がベスクを完成させたのは、機械式リレーを用いたバークコンピューターの開発から3年後である。 当初は EN、コーニー・パームがベスクの開発チームを率いたが、1951年に亡くなったためスティグ・コマットが後を継いだ。ハードウェアの開発はエリック・ステマが担当した。アーキテクチャーと命令セットを担当したのはゴスタ・ニオビアスとオラ・カールクビストである。開発チームのメンバーは、奨学金を受けてアメリカのプリンストン高等研究所と、 マサチューセッツ工科大学に留学し、イアスマシンの設計図を入手。これを忠実な手本として、ベスックを開発した。ベスック用の磁気ドラムメモリを開発した、オラ・カールクビストは、その過程である、電磁現象を発見した。彼の発見は、カルクビストの式の名で知られている。ベスックは40ビットマシンであった。計算能力は、加算が56エース。 上山が3 5 0十 μ s であった。静電メモリ容量は512ワード。命令セット帳は20ビットであったため、1ワードあたり2つの命令を格納できた。真空関数2400本とゲルマニウムダイオード400個が使用されていた。消費電力は15区場。当初、ハードウェア障害が発生するまでの平均ランタイムは5分であった。1954年にはマシンが以前より、 安定稼働するようになった。ハードウェア障害が発生した場合にソフトウェアが再起動するようブレイクポイントが採用されていた。初期のベスックは英国のウィリアムス間40本を用いて512ワード40ビットのメモリを確保した。早い段階からメモリ容量の不足が問題となっていたため、1956年にはカール・イバーバーグマンがわずか数週間で フェライトコア式メモリを製作し装着した短期間の納期に間に合わせるためメモリの製作には編み物が得意な主婦が雇われた新しく取り付けられたメモリの一部ビットが動作しなかったが不良ビットを取り出して交換する作業は容易であったベスックの最初の計算は1954年4月1日に行われたベスックが扱った計算ものとしてはカールグスタフロスビーと スウェーデン気象水門研究所向けの気象データ、スウェーデン電信電話公社向けの統計データ、サーブ32乱戦軍用機の翼型計算、スウェーデン道路高段向け路面凹凸計算などがある。夜間はスウェーデン国防電波局がベスクを使って暗号通信の解読を行った。また、原子力産業向け計算にも使用されたが、このほとんどはスミルによって計算された。 1957年には、ハンスリーゼルがベスックを使用して、当時最多となる969桁のメルセンル数を発見した。祖ブは、ベスックの処理時間をレンタルして、サーブラン戦軍用機の強度計算を行ったが、ベスックの能力不足を感じたため、1955年に、サラの開発に携わったものの一部は、ファシットに雇われ、ホキットエドブの操作に従事した。 1956年春、18人のベスク、開発者がストックホルムに拠点を置くオフィス、機器製造メーカーのファシットに雇われた。カール・イバーバーグマンがリーダーとなり、彼らはベスクを模倣した、ホキットエドブの製造を開始した。合計9台が製造され、うち4台がファシット社内で使用されたほか、5台が外部に販売された。1960年7月1日、 ファシットは135人の従業員と共にストックホルムのすぐ北に位置するソルナへ移った。1960年、ベスクは建設が計画されている自動車専用道路を走る自動車のドライバー視点のアニメーションを制作するのに使用された。これはコンピューターによるアニメーションとしては最も古い部類に入る。1961年11月9日。 このアニメーションの短編動画がスウェーデン国営テレビによって放送された。ベスックはスウェーデンで苦い味を意味する。また、スウェーデン語 BSK はスコーネ地方では上流種に苦いおもぎを付け込んで作ったビターズを意味する。ベスックの前身であるバークマシンにコニアックという名前をつけようとしたところ当局に却下されたため、意図的に、そして当局には気づかれずに、 ベスクに引っ掛けて、ベスクとしたと言われている。ありがとうございます。